13年なんですけど、気持ちと時間をこの作品に乗せたいなって思います。ピンクの特撮作れんわ。どうも皆さんこんにちは、佐藤大輔です。今回ピンクの特撮の撮影ということでね、前回井上さんが、新ライダーの、ね、姿を見て、ちょっと落ち込んでたんですよ。元気を出してもらおうかなとボウリング場にやってきました。井上さんもやってたら多分興奮冷めやらぬ表情でね、大輔、俺ピンクの特撮やらないとか間違ってたわって言うと思うんですよ。ボーリング、そうですね、違うとはまだ言い切れないですね。ちょっとボーリングをします。ボーリング良かった良かった良かったですね。最近なんかドッキリ多いからなんか最近なんか玩具のレビューとかさせられてたからちょっとなんか確かめちゃめちゃ久々なんか学生の時以来ぐらいのレベルだよ。大輔結構あれだよね、ボーリング得意だったよね確か。まあ昔得意でしたね。あれ学生時代の最高スコアなんだっけ。262。やばいよな262は。13、12の方がいいんじゃないですか。なんで色的に。なんかいいの乗ってますよ。ピンクからでもね、離れようかな。なんでピンクから離れよう。じゃピンクから離れよう。え？なんかさ、投げ方ダサ。12重っ。ファールやん、ファールじゃん。あ、いいんじゃない。ウェイレース OK OK。 低レベルな戦いをしてるけど、超低レベルな戦いをしてる。ピンクボール本気出してきた。じゃあもうここで必殺技を出すしかないな。でもまだ100超えてるからいいじゃないですか。僕96です。これピンクの特撮の撮影なんだ。これピンクの特撮の撮影ですよ。こんな回があっていいんだね。こんな回が、なんかちょっとこう最近考え事とかが多かったから、はい、さあそのピンクの特撮に関して言えば、どういう方向性にしていこうかなとか、本当にこのままでいいのかなって結構自問自答するような時間が多かった。だからなんか外出してくれてよかった。あー本当ですか。たまにあるんですよ、作品作りやってる時に、マジで筆が止まる時、自分の中でなんか落ちる、なんか気持ち的になんか落ちればちょっと進めるんだけど、中途半端なものは作れないし。いや、まあそうですね、せっかく作るんです。自分も今まで、この間8月4日で僕デビュー13年だったんですけど、その今までこの俳優としてやらせていただいた気持ちと時間をこの作品に乗せたいなって思ってるからこそ、まあちょっと時間ください。なるほど。
上さんも帰られたんですけど、まあなんかね、終わった後ちょっと話してたんですけど、まあ、僕がすごく心配してたよりかはなんか大丈夫なのかな、ちょっと安心した部分もありましたね。なんか気持ち的には前向きにやっぱり捉えてるんで、まあ、なんかネガティブな方向じゃなかったんで、まあ、よかったなと思って、まあ、今回のクーリングもね、まあ、ちょっといい気分転換にはなったと思うんですけど、まあ、あともうちょっとまだ背中の一押しが足りないなと思ったんで、まあ、ちょっとあるつてがありますので、ちょっとそこに連絡してね、ご協力いただこうかなと思いますんで、はい、ちょっとその方に連絡してみたいと思います。なので皆さん、次週も楽しみにお待ちください。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。